パイナップルさん320円でございます。三笘のゴールは甲子園判定になりましたね。ちなみにアトウェルのいる時のスパーズの勝率は 69.2 らしいですね。そうなんですよ。このね、アトウェルがいる時のスパーズの勝率とか、はい、チェルシーの勝率とか、アーセナルの勝率とか、結構ツイッターとかね、うん、あー、まあ、2ちゃんとかのサイトで、いろいろ回ってるんですよ。はいはい、あれ、出店元俺らだからね。ああね、俺らなんだ、出店元。あれ、出店元僕らでした。なんかこの数値、俺ら動画上げたことあんなーとか、うん、なんか見たことあんなーと思って自分の動画確認しに行ったら、うん、どこのコメントも、うん、全部僕らだったんですよ。ああ、そうなんだ。そう。ちなみに一番得意なのがですね、はい、13戦、うん、9勝1分け3敗、はい、勝率 69.2%。はい。アトウェル。アトウェル。はい。審判相性表ってね、うん、過去に上げた、あの、動画が、あの、一応ね、あの、あれなんで、うん、そうですね。69.2%、俺が計算したから。で。そうね。っていう感じですね。うん、でも意外とね、いろんな二次拡散、三次拡散がひどすぎて、うん、俺らも、あ、そうなんだ、一生さ。俺もこのデータ見て、うわ、アトエル、めっちゃスポーツの時勝率高いやんって、最初一瞬思っちゃったからね。まあね、正体は自分でじゃん。作ったこと忘れて。うん。安田さん、鍋に支援スーパーチャットありがとうございます。今日のご、ご診断、アトエルがそうで勝率 70% の日々表すデータ5ちゃんで広まったけど、プレちゃんよ。あ、そう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 、ね。あ、そうそう。あ、そうそう。あった。ありがとうございます。そう、気づいてる方は、そうかもしれないです。ありがとうございます。